はい、行きます。はい、はい、というわけで弓張の丘ホテルでした。ありがとうございました。2日間、ということで今日は平戸に向かいます。あ、確かに寒い、走り出したら。さよなら佐世保、またいつか来れるかな。またハサミ町には来たいな。あれもなんとか富士って言うのかな、言わないのかな、絶対言うしょ、ね、さぬき富士とかみたいな感じで、蝦夷富士とか佐世保富士、違うのかな。あれ愛宕山っていうんだって、あの富士山みたいな。はー、今日はね、なんか黄砂が飛んでるらしい朝。へー、それで霞んでるのかな。まあ天気悪いのもあるんだよね。あ、天気悪いから黄砂飛んでんの。いや、そうじゃない、風ないから。あ、風あるか。あ、これ黄砂かな、妙にこの黄色っぽい気がする。言われてみれば。ほら、いい道。うわー、ちょっと空が少し晴れてきた。平戸っていうのも島なんだっけか。平戸は島。平戸も島で、さらにその行きつきも島なんだよね。そう。なんかでも行きつきは本当はあの礼文島にそっくりだよね。あ、そうか、そう？うん。なんかロケーション見た、ロケーション的に。やべ、楽しみだ、楽しみすぎる。北の礼文島、西の行きつきみたいな感じだな、俺の中では。そんな橋で渡れちゃうんじゃいいね、便利で。礼文島行くには往復1万2000円かかるからね。昆虫の里、昆虫の里だって。あ、そうか、平戸市入ったんだ。平戸市入った。昆虫の里タビラ。うわー、でっかいカブトムシいた、でっかいカブトムシいた。平戸物産館、カスドースってなんだ、なんだろうね、うん。あ、なんか橋見えた。本当だ、もうあれ息吹大橋じゃないの。そうだよ。あ、息吹平戸大橋か。平戸大橋。うん。平戸大橋渡ります。はーい、平戸大橋。浮いた。オフ。はい、平戸大橋渡っております。わあ、風がすごい。でも。斜めになった。どうすんの。あー、わわわわ、すごい風、すごい風、飛びそう。これ、うん、どれ、 140m、 まだもう一ちょっと、これでしょ、これだ。そんで駐車場、これか。あ、第二駐車場。あ、まだいいのか。まだいいよ、足見えてる。本当だ、すごい。これ先に行ったところにエネオスがあるから、うん、橋戻るんじゃなくて、うん、
そこ行ってみる？うん。危ない危ない、ちょっと待って写真撮る。わあ、外国人の図、長崎っぽい。なんて？外国人の図。外国人の図？図。え、なんかさ、オランダ、なんて言うんだろう、昔の偉人をさ、描いたみたいなイラスト。うん、あ、カスドース、カスドース気になるんだけど。あ、これが、これが平戸、平戸物産館。セルフじゃない、本当だ、めんどくさい、本当だ、でも入れるしかない。鉄がさ、福岡から今日来たんだとしたら、ああ多分朝8時じゃ間に合わねえな、朝6時ぐらい出てきてると思うんだけど。マジで？あの、だからもしモンキーだとしたらね、うん、多分でもさ、一回うちに帰ってるんだったら大きいのでは来ないと思うんだよね、うん、カブとモンキー倒せるし、モンキーとで来るんだったら多分3、4時間かかると思うんだよ。マジで、すげえ。そうすると多分朝雨だったと思うんだよ。あー、マジか、それは申し訳ないね。わー、すごい。こっちがすぎて橋が見えないんだね、こっちが。うん。行き着き島へツーリングに行きます。鉄馬さん、今日何時間、3時間かけて来てくれたって言った？そう、福岡から申し訳ない。なんと朝はね、雨が降っていたそうです。大変申し訳ない。ブイストで来ればビューンって高速で来れただろうに、私たちのためになんとモンキーで来てくださいました。タフだよ、やっぱ。昨日後藤から帰って、今日また、今日また長崎まで来てくださいました。後藤、やばいね、後藤行った方がいいって言ったね、行くべきって言ったね。うん、絶対行くべきって言われたら。絶対行くべき。言われたら。後藤さんは後藤に行くべきって言われたね。さあ、私はモンキー2台についていけるでしょうか。平戸城見えてるじゃん、ほら。本当だ。あ、あれね。うん。はいはいはい、平戸城。さっき気がつかなかった。気がつかなかったね、さっきね。ガソリンスタンドばっか探してたもんで、ね、スタンドないないないっつって。オランダ商館。あ、オランダ商館に行くんだね。はい、無理無理無理。私無理無理。無理無理無理。はい、無理です。はい、はい、はい、無理です。はい、来てくださいね。うん。あ、これ橋がなんかいい感じ。すごい、本当だ。いいね。すごいね、これ。橋もすごいけど、向こうのなんかあの建物の門構えもすごい。ああ。まあ、なんかこのお堀すごくない？これ。ねえ、お堀の石垣とかもすごいね。うんうん。いい感じだね。いい感じだね、この辺も。うん。絶
系しか頭になかったけど、なんかすごいいい感じだよ。うん、異国の船が着きそうな港だよ。お城見えてる。お城、本当だ本当だ、上にね、うん、わあ、なんかお城直してる。うん、街並みすごいね、ここすごいね。うん、いい感じ。こんなんなんかね、気づかないで行きつけ大橋そのまま行っちゃうとこだね、鉄馬さんいなかったら。そうだね。うん、お、なんかオランダ移動とかいろいろ書いてる。カクロキリシタンとか書いてあるよ。本当だ、これ歩いて散策してもいいかもね。うんうん、うわすごい街並みが。平戸オランダ商館、これ、ね、あ、これこれだこれだこれだ、オランダ商館。あ、これだ、いいじゃん、すごい、これはいいね。本当だ。あ、はいはいはい、すごい、これまあなかなかでしょ。うん、すごい。あ、平戸ダッチトレーディングポスト、これ誰、ペリーあ、ペリーオランダ人じゃなかったっけはい、平戸城、はい、平戸城、違う、オランダ商館。あ、違う違う、あそこ左側に見えてんの。ああ、平戸城でした、じゃなくてオランダ商館でしたごちゃごちゃになっとる。わあ、いいね、これ街並み。街並みがね、うん、全然ちょっとこういうのはあんまり頭に入れてなかった。うわあ、ほら見てこれすごい、オランダ焼き、なんだろう、なんだろう、やえ、器じゃないよね、食べ物ってことだよね焼きって言われるとね、ハサミ焼き的な焼きなのか、大判焼き的な焼きなのかわあ、いい感じだね、すごい楽しい。平戸イギリス商館もある。オランダ商館だけじゃないんだね、各国の。じゃグラバーとかもいたのかもな。ああ、いたね、それはきっとそれはきっといたね。カピタン、カピタン、カピタン、カピタンってスペイン語じゃん、うん、そうだよ。じゃあポルトガル語かな。あ、そうか、船の船長さんってことかな。おお、そうか、キャプテン、カピタン、カピタンといえばもうなんかあれだよね。うわ、見てこのカフェ。おお、本当だ、カピタンといったらプジョルだよ。プジョルだよもうカピタンっつったらプジョルだよ。もう長崎やっぱカフェとかおしゃれだね。ねえ、すごいね、ある、いいね長崎本当。あ、川内峠こっちからも行けるんだ。さっきさ、うん、標識違ってたけど、さすが鉄馬さんローカルな情報が、うん、わあ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 、すごい、わあすごい、わあすごい、わあまだ予約してない、すごい一気に開けた今。あ、ほら海も開けた、ね、海も見える、海も見えてる、霞んでるけど。うわー、これすごい。おお、今なんかゾワってなった、鳥肌あの山の中から突然抜けた。え、これ川内峠、そう、この先かな。すごい、これはすごい、ほら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 、すごい、うわいいじゃないですか。うわすごい、霞んでる本当だ、空は霞んでる。すごい
すごい。すごい、今なんかもうちょっと鳥肌立った。あそこの広がる瞬間。そう、あの広がる瞬間、しかも何も予備知識もないから急に来た。急に来た、急に。マジで交差で霞んでおります。残念。めっちゃすごい景色なんだけどな。しかも天気もいいのにね。まあね、こんな感じっていうことは聞いてはいたけど。わー、行きつけ大橋まで8キロ。わー、ほら見て、黄色い黄色い世の中。残念だね、これ。見て、この景色。あ、これが長崎サンセットロードだ。サンセットロード、これで見たんだって、鉄馬さんの動画できっと。さあ、もうそろそろ来んの。わー、もう何これ、見て。でもなんかこれ、かすんでる。残念。残念だ。天気がいいのに残念だ。すごいね、でも今のところね、うん、海が見える。ドーンと、ほら、なんかさ、海が青いね。東シナ海ってね、うん、青いよね、海。うん、さあさあさあ、行きつけ島に渡りますよ。わ、近そうだけどまだまだか。見えた見えた、すごい。わ、ここからの景色すごい。いいじゃん。うん、霞んでるけど。長崎サンセットロード。サンセットロードっていうぐらいだから夕日の時間がいいのかな。そうだね、うん、西側の海岸だから、うん、あ、ここにも棚田ある。ほら、春日の棚田。あ、そうそう、棚田有名なんだよね、うん、春日集落、うん、すごい棚田があるらしい。へー、来た来た。駅付き大橋。うわー、ようこそ駅付きへ。来た。あ、このスピードだったら風大丈夫かな。風を受けちゃうな、立つと。フラフラしちゃう。うわぁ、駅付き島に上陸です。うわぁ、まさかここまでカブで来れるとは。すごいな、でも黄砂。本当。ここまですごい黄砂、あんまり俺経験ねえな。あ、これはもう鉄馬さんの動画で見た、この道ね。はいはいはい。行きつき。はい。あ、道の駅行きつき大橋、この先100メートル。うわあ、うわあ、
すごい、橋のたもとだ。うわすごい、写真撮れそうじゃん。うん、橋、うん、何これ2個ある。んとこれと、おお、ナイス。何これ、クジラ入り、クジラソーセージ。カスドースってこれなんだ。さっきからね気になってたんですよ。これ何？カステラ？これも砂糖まぶし。ああ。さっきからめっちゃね。トマトですよね。うん。あ、やっぱりそうなんだ。え、この2個入りちょっと買ってみよう。はい、ということで。鉄馬さんおすすめのあごだしラーメンのお店に向かいます。あごだし、あごだし、あごだしね。鉄馬さんはね朝早かったからきっともうとてもお腹が空いていると思う。タフだわ。あ、なんかほら、あ、これか。パイセン、うん、スカツ剣、ウチエビ、大エビ、大エビも入ってるよ。これはダフ、アゴダシダフ、イカリンが入ってる。パパの海鮮で、さっぱりスープ、ごま油の効いたあごだしのさっぱりスープでした。牧場の中を走りますよ。 あの例の例の例のあのバフン、バフンじゃねえよ、牛糞ついちゃうやつ。そう。何牧場って言ったっけ。山頭、山頭って言ってたと思ったけど、あ、出た、山頭草原。本当だ、山頭草原、こちらに行きます。うわー、これ牛糞なんだ。みんな牛めっちゃ見てるけど、どうしよう、怖い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 、ついてきよう、ついてくる、ついてくる、ついてくる、どうしよう。あ、そっか、待ち待ちしない。